ネルケ様、しばらく働き詰めですし、一旦休憩を挟まれてはいかがですか？ええ、ここまでの作業が終わったら、そうしようかしら。何？お下がりください、ネルケ様。何があるかわかりませんから。前にもこんなことがあったような。ああ、びっくりした。どうにか無事みたい。リオ、お前な、実験するんだったら先に言っといてくれよ。ごめんなさい。あなたたち、何者ですか？ここどこ？知らないお家だ。ごめんなさい。私はビオラート、錬金術師をしています。その兄のバルトロメウスです。バルテルと呼んでください。あ、じゃあ私のこともビオで。ご迷惑をおかけしてすみません。いえ、ご無事ならいいのですが、一体どうしてここに？ああ、こいつ錬金術師なんですけどね、調合に失敗しやがって。失敗してないよ、ちゃんとレシピ通りに作ったもん。じゃあなんでこんな人様の家に飛ばされるんだよ。あの、ちなみにお二人はどちらからここに来たんですか？カロッテ村からです。カロッテ村、聞いたことない地名ですね。ミスティはどう？私も記憶にございません。異国か異世界の可能性も考えるべきかと。異世界？そんなものがあるんですか？ええ、実際に異世界から来ている錬金術師の方もこの村にはいらっしゃいますので、よろしければ紹介しましょうか？なんならお仕事も斡旋しますよ。ありがとうございます。ビオ、ただでお世話になるのも悪いし、しばらくは働きながら帰る方法を探そう。そうだね。それじゃあしばらくの間お世話になります。ええ、こちらこそよろしくお願いしますね。こんにちは。こんにちは。それは、そうだね。
それは。はあ、そんな。ネルケ様。申し訳ございません。すいません。申し訳ございません。それは。Thank you.
そんな。こんにちは。え？それは。おや？見慣れない人たちがいるわね。どうしたのかしら。今までと違ってやっぱり普通の場所みたいですね。うん、多分不思議な絵じゃなくて別の場所に移動する道具になったんじゃないかな。ぜー、じゃあ失敗か。ああ、うまくいったと思ったんだけどな。そうだね。でも十分すごい道具ができたんじゃ。先ほどからうちの前にいらっしゃいますが、何かご用でしょうか。え？ああ、ごめんなさい。お家の前で話し込んじゃって。あ、いえ、構いませんよ。見たところ旅のお方ですか？はい、私ソフィーって言います。錬金術師です。私はフィリスです。あ、それで。こっちがリリーちゃんとスーちゃん。私たちみんな錬金術師なんです。こちらこそよろしくお願いします。私はネルケと申します。フェストバルトの領主の娘です。それにしても皆さん揃って錬金術師とは。もしかしてグランツバイトの木のことを調べに来たんですか？グランツバイト？何それ。ソフィー先生、そもそもベストバルトって聞いたことあります？私は知らないんですけど。うん、私も初めて。あの、ネルケさん、ここって。あ、では説明しましょう。まず、ベストバルトは。うわぁ、すごいすごい！グランツバイトすごい！そんな木があるなんて面白そう！くふふ、スーちゃん、ひらめいちゃったぞ。せっかくだし、その木の調査、私たちも手伝いましょうよ。ちょっとスーちゃん、ダメだよ。ネルケさんたちの都合も考えないと。いえ、私は構いませんよ。むしろ協力していただけるなら大変ありがたいです。え、そうなんですか？それじゃあちょっと興味あるかも。じゃあフィリスちゃん、私たちもそうしようか。もしかしたら錬金術の参考になるかもしれないし。そうですね。グ
フランツバイトの木か。大きいのかな。木の実食べてみたいな。ご飯。ネルケさん、よろしくお願いしますね。こちらこそ、よろしくお願いします。すまないね。一刻も早くやってこようと急いでいたものでね。不覚でした。お屋敷の中に案内した瞬間、姿を消してしまって。ミスティを責める気はないわ。悪いのは全部ロータスだから。心外だな。せっかくこうして吉報を伝えに来たというのに。吉報？もしかして課題の話？ああ、そうさ。おめでとう！今回の課題も無事に達成さ。そうだったのね。いろいろと手一杯で全然気にしてなかったわ。そうかもしれないね。錬金術師が増え、この場所はどんどん発展速度が上がっている。その分やることも多いだろうからね。ただまあ、これからますます大変になるだろうから、体調には気をつけてくれたまえ。頑張りすぎて倒れてしまっては元も子もないからね。そうね、心配してくれてありがとう。それじゃまたね。はあ、毎回のことながらどうしても気疲れするわね。ですがネルケ様、今回ロータス様がおっしゃったことはもっともかと思います。最近のネルケ様は働きすぎです。私、お体がとても心配です。ありがとうミスティ。でもごめんなさい、今は休んでられないわ。せっかく発展速度が上がっているんだもの、今やれることはやっておかないと。それに無理をしているつもりはないのよ。仕事をしていてとても楽しいの。この場所はどんどん発展し、住民たちの笑顔も増えている。そこに自分が関われているのが嬉しいのよ。はあ、わかりました。ですが根を詰めすぎている時は注意しますからね。主人が働きすぎで倒れるなど、私のメイドとしての矜持が許しませんから。ありがとう、肝に銘じておくわ。こんにちは。やあ、こんにちは。え、なっ、
はあ。ありがとうございます。ありがとう。あれ？あそこの女の子、尻尾がある。にゃ、ノルに何か用かにゃ。え、あの、その耳と尻尾って本物ですか。またその質問かにゃ。この世界に来てからみんなその質問ばかりにゃ。え、この世界に？もしかしてあなたは。ノル見つけた。リータ、クレイモン、よかったにゃ。二人とも来てくれたのにゃ。そりゃお前一人を放っておくわけにはいかないからな。俺がいた方が戻るための道具も作れる可能性が高いだろ。ありがとうにゃ。二人とも来てくれて安心できるにゃ。付き添いの人が見つかったみたいで、よかったですね。あなたは？私はネルケ、このベストバルトの担当管理官です。お二人はこちらの、ノルンちゃんのお知り合いなんですか？あ、はい。私はリータ。で、こっちはクレイン。よろしくお願いします。でも驚きました。ノルンちゃんみたいな種族初めて見ましたから。もしかして皆さんは異世界から来られたんですか？異世界？そうか、ここは異世界だったのか。異世界から人が来ることって普通なんですか？いいえ、そんなことはありませんよ。ただ最近そういう錬金術師の方とよく会うんです。なるほど、ここにも錬金術があるんですね。もしかしてクレインさんたちも錬金術師なんですか？いや、錬金術師は俺だけです。遺跡で見つけた装置に触ったらいつの間にかここにいて。ごめんにゃ、ノルのせいで。いや、気にしなくていいよ。それよりなんとかマナが多い場所を探して帰る手がかりを見つけないと。マナ？それは一体。え、この世界ってマナはいないんですか？すみません、私は聞いたことがありませんね。そうなんですか。うっすらと力を感じる場所があるので、そこを目指そうと思ってたんですが。けど全然つかないのよね。何か結界でもあるのかしら。それってもしかしてグランツバイトの木かも。そのマナってどの方角ですか？あっちの方角ですけど、どうしたんですか？それにグランツバイトの木って。すみません、つい焦ってしまって。グランツバイトの木というのはですね。なるほど、そんなものがあるんですね。ねえクレイン、まずはその木を探した方がいいんじゃないかしら。ここには他にも錬金術師がいるみたいだし、帰る方法の相談もできるかもしれないわよ。うん、それもそうだな。じゃあしばらくはここを拠点にするか。うえーい、ノルも実が食べられるように頑張ってお手伝いするにゃ。ありがとうございます。元の世界と勝手は違うかもしれませんが、よろしくお願いしますね。
ちは。ごめんなさい。